皆さんこんにちは、FS.com の藤谷です。今日もね、あのフリースタイルの代表的なトリックの一つ、キャスパーっていうのがあるんですけど、それの解説を知りたいと思います。スケートボードをひっくり返してそれから元に戻すっていうトリックなんですけれども、パッと聞くとスケボーをひっくり返すってあのタイヤついてない方、ウィールついてない方でそんな技できるのっていう感じがするんですけど、実はこれができる。であのひっくり返すっていう動きが結構なかなかこう珍しいんで、初めて見る人におーって思うんですよ。注目をね集めたいっていう人なんかも特にこうやるとなかなかいいんじゃないかなと思います。フリースタイルしかねあのこの技やらないのかっていうとそうじゃなくって、ストリートの方も結構やってたりします。ジュン斎藤っていう人なんかに、あのキャスパーの状態にしたままカーブボックスでそのまま滑り切って最後にフリップしてアウトするっていう、なんかとんでもないトリックやったりする方もいますからね、まあ、フリースタイルのトリックって思われてるかもしれないんですけど、まあ、これからどんどんそういうのが応用されていくんじゃないかなって個人的には勝手に思ってます。フリースタイルの方はどうかっていうと、もう本当にたくさんの応用があります。まあ、ひっくり返すだけって思うかもしれないんですけど、あの日本人ってそのキャスパーをマスターしてるって言われているあの菊池雄太プロなんかに、この間ちょっとね、あの何個できるかっていう企画をやってもらったんですけど、なんと、まあ、50個に余裕でいきましたから、50個ですよ。50個の応用ができるってすごいと思いません？これなんか他にもね多分いろいろ考えたりたくさんできると思うんです。だから可能性がね非常にあるトリックだと思うんで、まあ、基本のトリックと言いつつね、かっこよくやるのはなかなか難しいんで、一応今日はポイントを、まあ、いくつかお伝えしようと思ってるんで、その辺を押さえていただいて、順番に練習していただけたら、あのいつか必ずできると思うんで、ぜひトライしてみてください。じゃあ早速やり方いってみましょう。はい、ということで、あのまずはね基本的なやり方の確認です。乗っている状態から裏返して、まあ、こんな感じでね着地をするっていうトリックです。裏返っている状態の確認です。まずね、軸足の方、後ろ足の方が、デッキのこの裏のこの部分に乗ります。で逆足はこっち側ね、逆足は、下から支えるようにするんですけど、この状態の時にこう浮かしている状態を作ります。こういう状態、まあ、最初の練習の時は両足ついても構わないんですけど、あの最終的にはこういう浮かした状態にします。こういう状態、最初はこういう状態になって、まずこうねバランスが取れてるかっていうのを確認してみてください。はい、じゃあスタンスです。スタンスはデッキを裏返さないといけないんで、前足をできるだけこういうね端っこの方に持ってきます。でなんでこの端っこの方に乗せるかっていうと、ここでデッキを踏んでこうひっくり返すことができるように端っこの方に置きます。後ろ足はこういう感じで前にはみ出させた状態で、このね前足でこうひっくり返してあげるとこのようにひっくり返ってきます。でこのひっくり返す動作っていうのは、最初は両足ついて構いません。最終的には、ね、こういう感じで浮かして、ひっくり返すようにするんですけれども、最初は多分できないと思うんで両足ついていても構わないです。さあひっくり返すところいきますよ。後ろ足をこうはみ出させた状態でこうです。最初両足ついても構わないです。だけど最終的にはこの状態にはまるようにしてください。前から見るとこういう感じ、正面からだとこういう感じですね。背中側からだとこういう感じです。で、回し方なんですけど、あの初めての方ってここをね、後ろ側を軸にしてこう持ってきちゃう方が結構多いです。でこれでも構わないです。あの走りながらやったりするときはね、その方がこうそのままのスピードで流れていくんで、まあ良かったりするんですけど、ノーズをねこう軸にしてこういっちゃうと結構ねあのバランス結構崩しやすい方が多いです。なのでどうするかっていうと、後ろ足を少しこうねあの前足に近づけるようにしゃくってあげると、デッキがねこう互い違いに動いて、コンパクトに回ります。こういう状態ね、結構こっちにね蹴り込んであげる感じですね、つま先で。まあ、ちょっとこの感覚はね、あのいろいろちょっと自分で調整してみないとわからないんですけど、前足を固定したままで後ろ足をこっちの足に近づけるように蹴り込んであげる、ジャンプしながら蹴り込んであげるっていう動きをやると、今のように、軸がね真ん中になるような感じで鋭く回ってくるんで、この感覚は、まあ、ちょっとやり込まないとわからないかもしれないですが、もうやりながらちょっとマスターしてみてください。ちょっとね低めに着地した方が安定しやすいです。この状態からこうね直立するよりは着地はこうねできるだけこう低い着地をしてあげると、まあ、軸重心もねぶれにくいし、安定した着地ができると思います。はい、ちなみに走りながらやるとこんな感じです。走りながらやると、あと応用としては、この状態で、ね、
回るもの。はい、ということでキャスパーの解説でしたけれどもいかがだったでしょうか。順番にやればね必ずできるトリックだと思うんでぜひマスターしてみてください。応用もね簡単なものから、超むずいものまでたくさんあるのでぜひそういうのもね探してやってみると面白いかもしれないです。ストリートなんかにもね応用するといいんじゃないかなと思います。これからもねハウツーとか、いろんな動画出していきたいと思ってますのでいいねとかチャンネル登録とかフォローとか何でもいいねしていただいて次が出るのをお待ちいただけたらと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。